小まとめやわた神社は、東京都世田谷区上馬にある神社。城馬の小まとめやわた神社として、世田谷百景に選定されている。愛殿として、若宮八幡、境内社として、厳島神社を祀るが、この二神には、世田谷城の城主、吉良よりの即室時は姫にまつわる伝説が、存在している。祭神として、以下を祀っている。この神社は、 上馬一体の鎮守者である。創建の年代について、新編武蔵国風土機構では、鎮座の年代、そのつまびらかなることを聞かずとしている。社言などによれば、創建は、特次年間まで遡る。その頃、鎌倉幕府からこの地に所領を与えられた、北条左近太郎入道城岸という人物がいた。太郎入道は、 所要である村の中心となる神社を建てたいと兼ねてから思いを抱いていた。ある夜、八幡神が太郎乳道の夢枕に立ち、馬に乗ってその止まったところに、和紙を祀れと命じた。太郎乳道は無国に従って相馬に乗り、その立ち止まったところをシャチと定めたという。江戸時代の天の年間、当時この地を漁していた大久保伊が守るが神社前の石段を寄進するために、 付近を掘ったところ、一寸三分ほどの心臓が現れた。心臓と同時に、胸頭が掘り出され、その背には、西、明寺時頼公、森本武教塚小まとめやわ宮、北条左近太郎上岸法案陳書、特次三母新年十月二十三日と記された銅板があった。ただし、新編武蔵国風土機構ではこの銅板の記述を疑い、全区教頭 によりで、後世、いかにもこの本尊の古くよりが出ることを知らしめんがため、いつの日に野重僧の各をしおけるものと見えたりと、記述している。明治期の神仏分離以前は、宗縁寺が別当時を務め、神社の祭祀をこの寺院の僧侶が司っていた。宗縁寺は三号を、八幡山といい、駒込の大縁寺の末寺であった。会期である心書く縁は、過去帳によれば、 北条左近太郎入道上岸と同一人物と、優雅、新編武蔵国風土機構は、この記述についても疑問視している。明治期に入って、1873年4月に、尊社と定められた。1909年6月26日に、上馬引き沢村内にあった、天根祖神社と五福島神社の合祀許可を受け、同年7月20日に、合祀済みの届けを提出した。 宇治子は、乗馬のほか三賢者屋の住民である。第二次世界大戦の前は向かい、東、西、三茶の四つの組織に分かれていた。大戦後は、経済的に余裕のある家から総代を出し、22名、いたという。時わずかの石文みこの神社には、愛殿として、若宮八幡境内社の中に、五福島神社が存在している。二社の由来について、 次のような話が伝わっている。世田谷城の領主、キラ・ヨリアスには、時はという名の側室がいた。時はは美しいだけではなく心優しく風流を、返したので、ヨリアスの長愛を一心に集めていた。ヨリアスに仕えていた、他の側室はこれを妬み、時はの不義を口々に言い立てた。最初はその話を信じなかった、ヨリアスも度重なる残言に疑念を深め、 時輪を遠ざけるようになった。時輪は命の危険を感じて世田谷城を逃れたが、この付近で自陣したとも手に切られたとも言う。その時時輪は解任していたが、男児を産み落とした。後に稲を清水で洗うと、平の十七の霧の門が現れた。頼り安はそれによって時輪の無実を知り、残言を述べた十二人の側室を死罪に処した。 頼康は、時和と男児を深く痛み、男児を、若宮八万として小まとめ八万の、愛、殿神として祀った。時和の霊は、微在天として祀られた。第二次世界大戦の前は、境内の池の中島にあったが、後に池は埋め立てられている。時和姫の実在は疑われているものの、伝説には実在の地名や寺社が多く出てくるため、真実味を持って受け入れられているという。 時和の墓所と言われるのが、時和塚で伝承文学、名残時和記の関連史跡として保存され、1983年11月12日に、世田谷区の指定史跡となった。境内は、交通の要所である環状7号線と世田谷通りの交差点の南側にある。世田谷区の保存樹林地となっている地域で、世田谷区名木百選に指定された黒松がある。 境内は、乗馬の小まとめやわた神社として、世田谷百景に選定されている。五福島神社のほかに、稲荷社、和社、三武社、菅原社、春名社、御岳社などがある。ありがとうございます。